発達障害という才能を伸ばす、どうも発達障害キャンセラーのカズキです。本日は発達障害を持った人は心安らぐ居場所が必要ですということについてお話しいたします。発達障害、ASD、アスペルガーや ADHD なんかを持っていますと、とにかく生きていることがとても辛いと、人間関係や仕事でいっぱい失敗してしまい生きづらいなんてことすごいありますよね。それが故に、ストレス発散しようってお酒を飲んだりとか買い物したりとか甘いものを食べてごまかすなんて方もいらっしゃると思います。とはいえ、ぶっちゃけそれって一時的なドーパミンという快楽物質が出るだけで、心の底から癒されたりとかストレスが発散できたりとか充実した人生を歩むことにはちょっとつながりにくいんですね。だってぶっちゃけお菓子バーって食べまくっても、あー最高だったな、よかったなってなかなか思わなくないですか。むしろあー食べちゃったな、また太っちゃうよって結構後悔すること多いじゃないですか。そう、超短期的な目先の快楽にはなるんですけれども、本当の安らぎってのが得られにくいですね。じゃあどうしたらいいのというと、あなたがありのままでいられるような心安らぐ居場所を作るというのがとても重要なポイントとなっています。いや、とはいえ、いや自分なかなかちょっと引きこもり気味だから、そういう外出するというかいい場所を探すって難しいし、そもそもそういったところで出会った人となんか交流するとかも苦手なんですよね、という方もいらっしゃると思います。ということで、今回はなぜ発達障害を持った人が心安らぐ居場所が必要なのかという理由を科学的に説明しつつも、どうやったらそれが見つかるきっかけになるのかというのをお話しいたします。この動画見ていただきましたら、あなたの人生の充実度というのが爆上がりして幸せになるきっかけをつかむことができますので、ぜひ最後までご覧になってください。というわけで、発達障害を持った人が居場所が必要な理由、一つ目というのは幸福度が爆上がりするということです。まず心安らぐ居場所が何かって言ったら、いろんな定義あるとは思うんですが、ここではあなたがリラックスでき、あなたがあなたでいられるような人間関係がある場所というふうに定義させていただきます。なのでカフェとかね、バーみたいな感じで、そこに行ったらすごいリラックスできますよっていうのももちろん大事なんですが、プラスアルファでそこでのコミュニケーションというのが結構重要になってくるんですね。例えば馴染みの店に行って美味しいものを食べられて、でいつもお疲れ様で頑張ってるねと、最近どうなのなんて仲のいい人がいておしゃべりができたらいいじゃないですか。結局はコミュニケーションによって幸福度というのが上がっていくんですね。具体的にはオキシトシンというホルモンが分泌されることで幸せを感じることができるわけです。というのも、そもそも人間というのはですね、集団で生きる生き物なんですよ。孤独でいられるのってここ数十年の話ですよね。コンビニもあるし、スーパーもあるし、会社に行けばとりあえずカレーはもらえると。でも何十万年と長い間、僕らは集団で村を作り、外敵から身を守り、食物を作ったりとか飼ったりとかして、みんなで生きてきたわけじゃないですか。だから集団でいることがもう本能であり、逆にそこから排除されることってのが恐怖でありストレスでしかないんですね。だからこそ人といることってのはとても重要になってきますし、逆に排除されないようにって気を使いすぎて疲れてしまうなんてことも起きてしまうわけです。特に僕ら発達障害を持った人間というのは、コミュニケーションで失敗した経験というのがたくさんありますから、余計気疲れしてしまうんですね。だからこそ、まず一つ目のポイントとしては、あなたがあなたのままでいられるような空間を作ることがとても大事なんだよということを覚えておいてください。もちろんそれは仕事や家庭とは全く別の第三の場所でってことですね。そして発達障害を持った人が居場所が必要な理由、2つ目が自己肯定感が上がるってことです。結局人間って一人じゃ弱いんですよ。自分の居場所とか立場役割があるからこそ、自分はここにいていいんだって思えるわけです。そう、良くも悪くも結局は人との比較で自分を感じることが人間はできるんですね。ただ正直、仕事や学校では怒られてばかり、家でも親がね、過干渉がすごいとか支配してくるとかで安らげる場所じゃないと、自分はどこにもいちゃいけないんだって悩まれてる方結構多いですよね。そう、周りにあなたがあなたでいられるような環境ってなかったりするんです。だからこそですね、これポイントとしてぜひ覚えておいてもらいたいのは、いろんなところに出ていくっていうのが重要になってきます。
初めましての人とね交流するって緊張しますし、全くわからないコミュニティに入るってすっごい怖いじゃないですか。ただそういったことを繰り返していかないと、あなたの人間関係であるとか居場所っていうのは広がらないし、いつまでも現状の辛い状況から変わることできないんですね。そう、結局アクションを起こした数ほどあなたは自分の理想に向かうことができますので、ぜひ趣味のイベントでもいいですし、習い事の集まりでもいいので、一歩踏み出して何かに参加するということをやっていってください。そして発達障害の人が居場所が必要な理由3つ目がストレス発散になるということです。これは自分のね好きなことを没頭できる時間であるとか、腹割って話せるような人といろんな悩みとか愚痴みたいのを吐き出すことによって、あなたの心は軽くなり、ストレスが少しずつ発散されていくっていうことですね。まあ、これもういろんな要素があります。具体的にはマインドフルネスであるとか、セロトニンが分泌されてコルチゾールというストレスホルモンが抑えられるみたいなね、いろいろあるんですけれども、結果としてあなたがあなたのままでいられ、好きなように好きなことを話せるような場所があれば、あなたの孤独というのは解消され、普段の辛いこととかストレスっていうのも少しずつ解消されていくんです。あなたも経験ありませんか？学校とかね、仕事でうまくいかないなと、でも唯一一人だけでも仲いい人がいて、まあ、そいつとはなんか楽しく喋ってたなみたいな経験、一度ぐらいはあると思うんですね。別にそこにいるみんなと仲良くなる必要はないんですけれども、何かしらのコミュニティで一人でもなんかうまく楽しく喋れるような人がいれば、あなたの人生の幸福度や自己肯定感が上がり、ストレスが発散していきますので、心を安らぐ居場所というのはめちゃくちゃ人生において重要になってくるんですね。そして、まあ一番肝心なポイントかもしれませんが、ここからが問題で、じゃあどうすればいいのっていう話ですよね。まあ、ぶっちゃけこんなことを言いながら、僕もいろんなコミュニティに参加したりとかイベント参加するのめちゃくちゃ勇気いったりするんですよ。だからこそですね、発達障害を持っていて人間関係が難しいんだという方のために、僕は毎月講演当事者会というイベントをやっております。これは発達障害を持った人が生きやすくなる方法というのを分かりやすく楽しく学びながらも、人見知りでも発達障害の当事者同士で友達になりたりとか仲良くおしゃべりできるような仕組みが施されているイベントなんですね。というのも、各テーブル、まあ4人から5人1組で、じゃあこのことについてぜひ喋ってくださいね、みたいなことを僕が結構振ったりするんですね。なので、雑談してくださいね、みたいな感じで、何喋っていいかわからないっていう状況ってのがなくなりますし、なおかつ、各テーブルにスタッフが1人いるので、どんなにあなたが喋るの苦手でも、今のお話聞いてどうでしたかって、喋りやすいように話を振ってくれますし、あなたが言ったことに対して共感してくれたりとか、承認してくれ、すっごい喋りやすい環境というのができてるんですね。ぶっちゃけこれ、僕の理想的なイベントなんですよ。僕がお客さんとして参加したいぐらい。もちろん最初は緊張するなんて方もいらっしゃると思いますけども、4月は24日、5月30日、6月は26日に行いますので、何度か参加していただくと、あ、前回も会いましたよねとか、あ、今回もよろしくお願いしますみたいな感じで、徐々に仲良くなるきっかけ作れるんですよ。ぶっちゃけコミュニケーション苦手な人っていうのはすごい練習になりますし、毎回毎回コミュニケーションについても講演形式で学ぶこともできますので、ぜひ動画説明欄の詳細より飛んでいただき、お申し込みしてください。ちなみに毎月テーマは違うのですが、今月のテーマっていうのは心安らぐ居場所を作る方法というね、まさにこのテーマをより深掘りし、具体的にどうやったら心安らぐ場所ができるのかっていうねお話をしますので、ぜひ楽しみにしておいてください。参加してくださったこと絶対に後悔はさせません。とはいえ、まあ、なかなかちょっと自分でそういったイベント行くの恥ずかしいよとか、緊張してしまいますと、一対一でしか喋れないんですよねなんて方もいらっしゃると思います。そういった方はまず僕と一対一でカウンセリングをさせていただき、あなたがどうやれば心安らぐ居場所ができるのかとか、仲のいい友達ができるのかっていうお話をさせていただきます。そこでね、慣れたらまたイベントとかにも参加しやすいですし、より具体的にあなたに合ったアクションっていうのが分かりますので、ぜひ動画説明のホームページよりお問い合わせいただければと思います。僕は普段このように発達障害を持った人の人生がより良くなるような動画を毎日投稿しています。さらに多くの人が幸せになりますように、この動画の拡散およびいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。まあね、発達障害を持っていると辛いこと大変なこといっぱいあるんですけれども、あなたは絶対に幸せになる居場所を見つけることができますし、発達障害という特性を生かし仕事で活躍したりとか、あなたにしかできない役割っていうのが見つかるんですね。
ぜひそれを見つけるために何かしらのアクションというのをね、まず第一歩踏み出していただければと思います。あなたの幸せや成功を心より応援しております。以上、かずきでした。